Adobe After Effects CS6 よりサポートされた環境レイヤーについてご紹介します Adobe After Effects CS6 に導入されたレイトレース 3D レンダリングエンジンにより 3D レイヤーまたはネスト化したコンポジションレイヤーをシーンの周辺で物理的にマッピングされた環境レイヤーとして使用できますこの環境レイヤーは反射が設定されたオブジェクトにも表示されますこちらのコンポジションで確認しましょう コンポジションには、3D レイヤーに設定したムービーフッテージ、床の面に反射のマテリアルオプションが設定された白い平面レイヤーが配置され、背景用に作成されたコンポジションがあります。コンポジションレイヤーのソロスイッチをクリックして確認します。こちらのコンポジションレイヤーを環境レイヤーとして設定します。まず、コンポジション設定を確認します。コンポジションを選択し、コンポジション、 コンポジション設定と進めます。コンポジション設定ダイアログボックスが表示されます。基本タブでは、背景色がブラックに設定されていることを確認します。次に、コードタブを選択します。レンダラーで、レイトレース 3D が選択されていることを確認します。レンダラーでは、クラシック 3D とレイトレース 3D が選択できますが、新しくサポートされた環境レイヤーを使用する場合は、 レイトレース 3D を選択します設定が確認できたら OK ボタンをクリックしてダイアログボックスを閉じますコンポジションパネルの 3D ビューをカスタムビュー1に変更します高速プレビューのアイコンをクリックして設定を確認しますドラフトより上のプレビューモードを選択しますここではオフ、最終画質を選択します平面レイヤーには あらかじめ、マテリアルオプションで反射強度を設定してあります。ムービーレイヤーと背景色が反射していることが確認できます。なお、新規マテリアルオプションについての詳細は、別のビデオでご紹介していますので、そちらをご覧ください。では、背景用に作成したコンポジションレイヤーを、環境レイヤーに設定してみましょう。レイヤーを選択します。レイヤー 環境レイヤーと進めますレイヤーが 3D レイヤーになりソース名の横に地球のアイコンが表示されましたこの地球のアイコンが環境レイヤーに設定されたレイヤーを表します背景用に作成したコンポジションレイヤーを環境レイヤーに設定できましたプロパティを展開して確認しますオプションプロパティグループの方向、X 回転、Y 回転 Z 回転でマッピングされたレイヤーの位置を調整しますレイヤーが大きな地球儀の内側にマッピングされそれを回転させるイメージです不透明度では環境マップの不透明度をコントロールします値を低く設定すると背景色の表示割合が増加します反射内に表示がオンの状態では マッピングされたレイヤーが背景となり反射が設定されているオブジェクトに表示されます設定値のオンの上をマウスでポイントすると形状が変化しますのでクリックします効果のみに設定されますするとオブジェクトに反射している環境レイヤーのみが表示され背景に表示されていた環境レイヤーが非表示になり背景色が表示されますもう一度効果のみの上をマウスでクリックします オフに設定されますマッピングされたレイヤーが背景となり反射が設定されているオブジェクトには非表示になりますこのように反射内に表示オプションではオブジェクト内の反射の表示や非表示をコントロールできますまた特定のレイヤーにのみ反射を反映させたい場合は環境レイヤーの調整レイヤースイッチをオンにします 反射を反映させたいレイヤーを環境レイヤーの下に配置します。すると、下に配置したレイヤーにのみ反射を反映させることができます。以上、Adobe After Effects CS6 よりサポートされた環境レイヤーについてご紹介しました。